2020年12月17日木曜日、毎度かなえ、緊急小口資金等特例貸付は、この間コロナにより困窮した方々の暮らしと命を守るために、できるだけ幅広く、そしてできるだけ早く支給できるように活用されてきました。これによって救われたという声もたくさんいただいています。まもなく措置期間が終わり、償還が始まりますが、今回の特例貸付においては、本当に困っている方が躊躇しないよう、償還がハードルにならないようにと、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができると規定されています。そのため、制度開始から厚生労働省は繰り返し、免除特例の確実な周知を強調し、国会においても償還免除が強調されてきました。しかし、現時点において償還免除の要件や手続きなど詳細が示されていません。そのため、支援の現場や利用者に混乱が発生しているといったお声をいただきました。そこで昨日、公明党新型コロナウイルス感染症対策本部として、利用者の自立を阻害することのないよう、きめ細やかな配慮を求めるとともに、膨大な事務負担への具体的な対応策を取りまとめ、緊急提言しました。田村厚生労働大臣は、よくよく事情を認識してくださっており、しっかり検討するとお答えいただきました。コロナ禍で苦しんでいる方々を、償還によって追い詰めることがないよう、引き続き取り組んでまいります。